はい、皆さんこんにちは。それではですね、いよいよまあ11月13日ですね、行政書士試験が迫ってきたということで、まあおそらく行政書士試験の受験生からすると、一番こう何とかしたいなと、この時期何とかしたいという科目が商法会社法だということだと思いますので、まあ今回特別にですね、司法書士専任講師の、佐々木先生の方がですね、特別講義をやっていただくということになりましたので、ぜひこれで会社法1問でも2問でも取れるようになってですね、お帰りいただければと思います。アルティメット800箇所受けてる人はね、もう6時間受けて、この後さらに90分ほど講義があるってことで、体力的にすごいきついと思うんですけど、ぜひ最後まで頑張っていただければと思います。で、僕はこれにて失礼させていただきますんでじゃあ佐々木先生お願いします。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。はい、皆さんこんばんは。レク専任講師の佐々木宏美と申します。本日はですね、まあ、皆さん行政書士直前期ということで、聞くとですね、ほとんどの方会社法をね、ちょっと捨てちゃおうかなというぐらいの時期だと思います。ただ、やっぱですね、まあね、今日は設立をメインにやっていこうかなと思うんですが、設立ですね、近年の出題が増えているところでもありますし、で、まあ、その背景として、行政書士の実務されている方はですね、やっぱり設立登記ですね、かなり行政書士の方されてます。で、なのでその部分も含めてですね、まあ出題が増えてるっていうところだと思いますので、ぜひ設立の分野が出てきたならば必ずゲットしていただきたいというところで、今日は設立を中心にお話をしていこうかなと思うんですが、で、基本的にレジュメですね、お手元にありますレジュメご覧いただいて分かりますように、多分なんとなくですね、見たことあるようなところあると思うんですが、で、こちらですね、行政書士のレックの講義録ですね、会社法の講義録、これをもとにですね、まあ、多少図表なりだとか、表で整理するだとか、まあ、比較的文章で書いてあるところも最終的にはここの表を覚えてねという形で組んであったりいたしますので、まあね、全部で7ページになりますが、約1時間半これを想定しておりますので、ぜひですね、講義中にも取り込めるところは、ね、家帰ったら今日行政法の復習あるでしょ、なので、今できることは今のうちに行政法の復習皆さんするんですよ。なので会社法、今できることは今のうちに、マスターしていただきたいというところで、頑張っていきましょう。で、ね、もしかしたら、ちょっともう集中力ないよ、残ってないよということがあるかもしれませんが、ね、寝てたら私、何するか分かりませんよ。ね、頑張っていきましょう。まずですね、開いていただいて2ページですね、設立手続きの概略とありますが、で、ね、もう一切会社法を捨ててます、花からやってませんという方にとってみると、何これっていうところかもしれませんが、さすがに設立部分を捨てるのは冒険すぎますよ。なので、ちょっとやっていただきたい。まあ、まずですね、設立、会社を作るためにはどうすればいいのかっていうところで、まずは定款ですね、これを作らなきゃいけないというところなんですが、この定款に関して発起人が作るというところは皆さんご存知だと思うんですが、で、発起人が定款作りますよ。定款というのは会社の根本規則ですね。で、これを作りますよ。で、定款作ったら株式会社の場合はまず交渉人の認証を受けなければならないということで、交渉人のお墨付きをもらうというところなんですが、で、この交渉人をもらう、認証をもらうことっていうのは定款の効力要件になってまいります。で、その後、ね、いろんな手続きフローチャートで進んでいくんですが、で、このフローチャートは、この後やっていくときに今この段階の話っていうのを確認していただくための、ね、まとめの図表になりますから、まずは定款を作るところから、具体的な話、3ページの方で1個ずつ見ていきましょうというところで、まず今、しょっぱな定款作るよって言いましたね。で、隣のページ3ページご覧いただきますと、まず発起人、発起人が定款を作るわけですよ。発起人って何なのかというところで、発起人の意義といたしましては、定款に発起人として署名、記名、押印または電子署名をするというところで、定款は別に紙じゃなくてもいいんですね。データで作っても構わないんですけれども、データで作った場合には、ね、本人が作ったところの裏取りとして電子署名をつけてくださいという形になります。まあ、基本書面で作るというところで考えていただいていいんですけれども、で、紙で作りますよ。そうすると、ね、私文書になりますから、で、本人が作ったところの証拠として、ね、そこに記名を印するか、もしくは署名ですね、これをしてくださいというところになります。
で、じゃあそこで発起人全員で例えば ABC3 人で俺たちで会社作ろうぜと言った場合には定款は誰かに1人に丸投げするわけにいかないんですね。3人で会社作るって言った場合には ABC3 人で定款作んなきゃいけないわけですよ。で3人が、そこに記名を押印するわけですね。でじゃ あそこでですね例えばですね、A さん B さん C さんが一応定款に名前書いてあるけれども実質的に、動いてるのは A と B で C が名前を貸してるだけだと。で C さんは定款に名前貸しているけれども実際いいねそこで動いたのは AB だけですよ。後になって C さんは俺設立手続き実はやってねえんだよと。で、何か問題になった時に俺関係ねえしということができるかっていうと言えないんですよね。C さんは定款に名前書いた以上、何か責任を負うような場合には、自分はあなたは動いてなくても責任を負うんですよということで、ここで定款に署名記名押印をさせるのは責任の所在を明確にするためなんですよね。なので、定款名前書いた以上もう発起人として扱われますと。でじゃあその後ですね、発起人となる資格なんですが、発起人となる資格については特に制限がありませんよというところで、そこでですね、制限なしで、制限行為能力者でも OK だし法人でも OK というところなんですが法人が法人を作るというのもありなんですね。例えば A 会社がこの度 B 会社を立ち上げましょう。 A 会社が発起人となって B 会社を設立する。これもありなんですね。自然人には限らないというとこなんです。であと制限行為能力者でも OK ってとこなんですけれども例えば未成年者が発起人となって会社を作る。これが許されるかっていうところも OK なんですね。でじゃあ未成年者が発起人となる場合には、民法の話ですよ、親権者の同意があれば発起人となることもできますし、あとはそうですね、代理して、法廷代理に代理してやってもらってもよいと。ってことで、法廷代理の同意を得るもしくは、法廷代理に代理してやってもらう。ただ代理ですからあくまでも発起人としては未成年者となりますね。あと法人、も発起人になることができるんですがでちょっとここ知識として比較していただきたいのがコンパ、コンパというのは比較とか参照っていう意味なんですがその下の行ですね。法人は取締役だとか監査役清算人になることはできないんですよ。発起人だったらなることができるけれども、取締役だとか監査役清算人になることはできません、ここの取締役等に関しては自然人でなければならない。で、実際会社設立後ですよ。実際会社設立後に、会社の、業務執行等していくんでしょ。本人が動かなきゃいけないんですよ。法人だったら法人そのものが動くことはできませんよね。なので、取締役の結核事由として法人、ありますけれども、ただ側近人であれば誰ますよというところです。で、その後人数なんですけれどもで、人数制限ありますよ。一人で会社作ってもいいですし10人でもなんなら100人でも法律上は制限ないです。100人の話がまとまるかったら話は別ですが、人数は上限ありません。でこれらが発起人というところなんですがで、発起人はこの後出てきますけれども、発起人は会社の設立手続きこれを取り行う人というところ、要は会社作るまで動く人ですよね。業務執行する人なんですが、ちなみに発起人は絶対に 株主、設立時の株主にはならなきゃいけないんですね。最低1株以上引き受けなきゃいけないってとこなんですが、その理由としてはですよ、例えば自分で作った会社です。でも俺その会社の株式いらねえよだと無責任な会社設立になりかねないですよね。でも自分が初代株主になるぞということを前提に会社を作るのであればそれなりに一生懸命頑張っていい会社を作ろうという方向に向かうでしょ。ね、作るだけ作っといて俺の会社知らねえしということだと、結構いい加減な会社設立になりがちなんですよ。なので自分が初代株主になるっていうことを想定すると、頑張っていい会社作ろうという方向に向かう。だから最低1株以上引き受けなきゃいけないということなんですね。
で、まあその株式の引き受けに関してはまた後でお話をしていきます。じゃ続きまして、じゃあその発起人が定款を作るわけですが、3番ですね、定款のところをご覧ください。括弧1番作成認証とありますが、でまず発起人が定款作りますよ、そしてさっき言ったように全員が、署名または記名を印しますよ、で電子的記録の場合には電子署名してくださいというところなんですが、でそして定款は公証人の認証を受けなければ、効力を生じない、というところなんですが、で、この公証人、なんですけども公証人の認証を受けるというところですが、まあそうですね、定款の記載事項に漏れがないかどうかを確認してもらったりして、定款として、問題ないですよということを確認して、チェックを受けるというところになります。ね、まあ、皆さん合格後はですね、この定款作ったりっていうのは行政書士の業務として出てきますので、かなりですね、合格後の実務としてもこのあたりはかかってくると思うんですけれども、公証人のチェックをもらうと。そうするとですよ、まず例えば A さん B さん C さんが会社作ろうぜということになった、ね、まあ、最初に定款作りますよね、公証人のとこ持ってってチェックを受けますよね。でその後ですよ、チェック受けた後やっぱりこの内容変えたいなと思った場合、変えられるかどうかってとこなんですが、それがその下括弧2番ですよ。で公証人の認証を受けた定款を、設立登記前に変更することができるかって話なんですが、これ会社設立してしまえば定款変更って株主総会特別決議でできましたよね。原則として、定款というのは会社にとって重要なルールブックですから、そうすると株主総会の特別決議と、まあ、かなり高いハードルで、これが必要なんですが、まあ、設立後であれば株主総会で変更することができるんですね。でですよ、会社作る前にですよ、設立登記に至る前に最初に定款作りました。でただいろんな話をしてきたら、やっぱここ定款にこう書いたけどこうしようかということができるか。例えばじゃあそうですね、株式会社佐々木商事、っていうふうに定款に書いておきました。であとですね、いろいろ話し合ってみると、例えば A さん B さん C さんが揉めるんですよ。なんでお前の名前だけなんだよと、なんで、佐々木 A さんがいました、で佐々木商事にした、 B さん C さんは最初作るときにあいいよみたいなことでうんって言って、サインしてみたんだけども、後になってですよ、 B さん C さんがなんでお前の名字なんだ、俺たちだって定款ね、発起人なんだから、佐々木ってお前の名前だけつけるのずるいと、じゃあですよ、定款に佐々木商事って書いてあるんですよ、公証人のチェックもらったんですよ、設立登記前に、その佐々木商事の名前変えることができるかという話なんですが、これですね、一回チェック受けたのであれば基本ダメなんですよ。なのでどうしても変えたいんだったらもう一回定款作るところからやり直すしかないということになってくるんですが、それが括弧2番で、設立前に変更できるかで、ちなみにここの公証人の認証を受けた定款とありますが、これは一番最初に作った定款で原始定款というふうに言っていきます。一番最初に定款作りました。で、原始定款、原始取得の原始です、原っぱのを始めるですね、原始定款というふうに言っていきますが、原始定款を後から設立登記前に変更できるかというところなんですが、で、会社の設立手続きっていうのは発起設立と募集設立というやり方がありますね。発起設立っていうのは発起人のみが初代株主になる、募集設立というのは発起人以外からも出資を募ると。例えば A さん B さん C さんが発起人ですよ、ね、俺たちで会社作ろうと思ったけど俺たち大してあんま金持ってねえぞと、じゃあ金持ちの D さんに出資を頼むかとなると、 D さんは発起人じゃないけれども出資をしてくれるので D さんも初代株主になりますよね。こういった場合が募集設立と、発起人以外からも出資を募るという形なんですが、で、まず発起人だけが初代株主ですよという場合は、でもそもそもですね、公証人の認証を受けた原始定款を設立登記前に変えられるかというと残念ながら変えられないんですよ。ですからどうしても変えたいんだったらさっき言ったみたいに、もう原始定款作るところから公証人の認証からやり直すしかない、もしくは会社作った後で、株主総会で定款変更手続きとかをするしかないんですね。ということで、まず発起設立の場合には、変更できる項目丸1番、変態設立事項について裁判所の変更決定があった場合とありますが、この変態設立事項というのは次のページ後でやりますけれども、例えば現物出資等があった場合の手続きなんですよね。
現物出資等があった場合には、ねでしかも裁判所は、裁判所にここは行使なさいって言われた場合にはそのケースだったら、いじれます。でも、そうじゃない、例えばさっき言った称号変更したい、最初佐々木商事にしといたけれども佐々木商事ってなんかずるいみたいなこと言われたのでじゃあしょうがない池袋商事にするかとか、いうところはじゃあ池袋商事にできるかっていうと、これ残念ながらできないんですよと。で、あともう一つ丸2番、発行可能株式総数についての定めを設けまたは変更する場合とありますが、この発行可能株式総数っていうのは会社が発行できる数の上限のことを言っていきましたが、それに関しては後からできますよというところで、この発行可能株式総数は後で、この数あと下すぐ丸6番でやっていきますので、とりあえず置いときまして、で、なので上記の場合1番2番の場合に限定されていますよ。ですから、どうしても、やりたいんだ変えたいんだったらもう最初からやり直すしかないですね。原資定款作るところからやり直せばできるっちゃできますが、この場合、チェンジして、後からもう一回追加で交渉人の認証をもらうとかってことはできないんですよ。であとこれに対して募集設立の場合においては、募集設立っていうのは発起人以外からも出資を募るという意味で募集というふうに言っていくんですが、募集設立の場合であればですよ、初代株主になるものが発起人 A さん B さん C さんだけではなくて D さんも初代株主としているんでしょ。となると、この場合初代株主が集まって創立総会という設立前の株主総会みたいなものを開きます。でそのとこで、株主総会みたいなもんですから、そこで、定款変更決議をすればですね、それだったらできますよと。ただ発起設立の場合にはそういった、創立総会的なものは開かないので、いじることはできないという違いなんですね。でじゃあ、その定款なんですけれども、定款に絶対に記載しなきゃいけない項目で、これは原資定款にという意味で、原資定款に、絶対記載しなければならない項目、これが絶対的記載事項という形になりますが、で、そもそもですよ、この絶対的記載事項ってことはこの項目が一つでも抜けたらもうアウトなんですね。全体として無効です。例えば丸1から丸5まで記載がありますが、丸1、丸2は書いていたけれども、例えば丸3番本店の所在地、例えば、これから会社作ろうぜ、でそれを本店を池袋に置こうか、もしくは渋谷に置こうか、もしくはね、どうしようかな、錦糸町に置こうかで、ちょっとどうしようかなってまだ話詰め切れてないんですよ。でその時にとりあえずそこ空欄にしとくか、あとでもうちょっと、例えばいいテナントが見つかったら、そこで決めようと。でその段階で交渉人に、はい定款できました、認証を作ってください、認証を受けてくださいって言っても、そもそもそれじゃ認証してくれないんですね。つまり原資定款交渉人の認証を受ける時点で丸1から丸5、これは全部埋まってなきゃダメなんですよ。後で決めますというのは許されないんですね。決まってから持ってこいってやつですよ。なので丸1から丸5、そもそも、原資定款にはこの項目1個でも欠けたらそもそも定款が全体として無効です。足りないから後で追加しますは許されないんですよ。ではじゃあその丸1から丸5の項目ですが、で、まず目的ですね。この目的っていうのはどういう、事業をしていくのかですよ。例えば、カフェとかであればですよ、飲食店とかね、そういったものを書いていくわけですよ。ね、何か新しい予備校を立ち上げようかっていう時には資格取得支援事業とかね、出版事業とかっていうことを書いていくわけですよ。どういったことをやる会社なのか、まずこれが目的です。そして称号というのが社名ですよね。で今回株式会社の設立ですから、この会社の社名ってですね、絶対どこかに株式会社という文字を入れなきゃいけないんですよ。ね、前でも後でも構いません。例えば、株式会社佐々木とか、もしくは、池袋商事株式会社とか、でも構いません。アルファベットでも何でもいいんですが、株式会社の社名も一部ですから、それを込み込みで入れなきゃいけない。
でまずそこを作ってください。ですから社名も決まらないうちに交渉人のとこになんか行けないですよね。でさらに、今度丸3番で本店の所在地というとこなんですが、で、この本店所在地ですが、具体的な住所までは書かなくてもいいんですよ。所在地というのは、例えば東京都豊島区とかまででいいんですね。なので、具体的に、池袋にしようと言ってもですよ、それをですね、北口にするのかとか、北口だったっけ、あの東口にするのかとか、ね、西口にするのか、というのは別に後でも構わないんですよ。豊島区まででいいので。ただ、豊島区まで書いたならば、ね、その先具体的にどこにするのかっていうのは、その先はまた後で決めればいいわけですよ。でね、一応本店所在地ですから具体的な住所まで書いてもいいけど書かなくてもいいってところなんですよ。最初からもうここって決まってるんだったら具体的住所まで書けますけれども、ただ、そこ具体的住所まで書いちゃったら後々めんどくさいんですね。例えば1丁目から2丁目に会社を移すときに、設定間変更必要になっちゃいますよね。具体的住所まで書いてたら。でも例えば東京都豊島区までしか書いてなかったら、ね、1丁目から2丁目に引っ越したとしても定間変更しなくていいんですよね。なので後々のこと考えたら、具体的住所まで書かない方が楽っちゃ楽なんですよ。書いてもいいし書かなくてもいいんですが、最低限、例えば何区とか都内であればね、まで決めてくださいというところなんです。あとまあその後ですね、丸4番、設立に際して出資される財産の価格またはその最低額とありますが、でそもそも株式会社出資がなければ動く元手がないので、出資が必要なんですが、でその時にですよ、この設立に際して出資される財産の価格またはその最低額というとこなんですが、これはですね、例えばですよ、じゃあ今の話 A さん B さん C さんで、会社を作ろうぜとなった。例えば A さんはじゃあ俺300万出せる、 B さんも俺300万出せる、で C さんも300万出せるということであれば、その時点で他から募集出資を募らない発起設立であれば、まあ900万、これは、出資額として、まあ、決まってますよね。だけれども例えば A さん B さん C さんとも300万出せるかなと、であとは、例えばちょっと親戚に聞いてみなきゃ分かんないとかね、母ちゃんに聞いてみなきゃ分かんないという状況になると、300出せるぜと言ってもですね、奥さんに叱られて、あんた300万だから持ってくんじゃないわよって言われたら、ごめん俺100しか出せねえわという状況になってくるとですよ、これ最初にズバッと900万って書いちゃったら、 A さん B さんが奥さんに叱られて100万しか出せないってことになっちゃったら、結果 A の100万 B の100万 C の300万合計500万になっちゃうでしょ。なので最初に定款にズバッと具体的な額書いちゃうと、後になってみるとごめん出せませんでしたっていう時に、ね、定款の原始定款に書いた事項、ね、そこが決まらなければ登記まで進めないってことになってしまうので、それはまずいんですよ。なので、後々の出資の状況を見て判断したい、もしくはですよ、もっと言うと募集設立ってことになりますと、例えば A さん B さん C さん以外にも他から出資を募るんでしょ。どれだけの人が出資をしてくれるのかっていうのはまだ分かんないんですよね。一応目論見としては、3人ぐらい出資してくれるのかなと、3人ぐらいが100万ずつ出資してくれるかもしれないという状況でも、それって絶対じゃないですよね。募集かけてみなきゃ分かんないんですよ。となると、ね、今時点ではっきりしてるのはまあ500万です、という状況で、具体的な額を書いてもいいけれども、まあ原始定価の段階ですからね、最低額さえ決めといてくださいというところなんですよ。ですからこれが、財産の価格またはその最低額という部分が、初っ端の段階、設立原始定款作った段階では具体的な額がまだ決まってないこともありますからねという意味なんです。でさらには丸5番で発起人の氏名名称住所、これがさっき言ったところですよね。責任の所在を明確にしたいという意味で、ね、氏名、で自然人だったら、名称っていうのはさっき言いましたね、法人が発起人になることができるでしょ。となると、会社の社名ですよ。例えば A 会社が B 会社を作るという場合には A 会社が発起人ですからね、 A 会社の社名書いてください。あとはその住所ですね、これを記載するというところです。で
まず、定款、原始定款の絶対的記載事項といたしましては、この5項目は必須です。もちろんこれ以外にいろいろ盛り込んでもいいんですよ。例えばうちの会社はもう最初から種類株式発行するんですと予定でおります。例えば発起人は、配当をたくさんもらえます。でそうじゃない人たちは配当がそれほどもらえません。例えば、発起人は普通の株主に比べて、配当が 1.5 倍もらえますよということであれば、種類株式として剰余金配当優先株と、他の人たち例えば A 種類 B 種類作ってですよ、 A が普通の配当です。で B 種類の株式持ってる人は A の人たちの 1.5 倍の配当をもらいますよとなると、 A 種類がですよ、会社がどん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 設立してその後、経営順調にやっていくと、まあ、もう儲けが上がれば配当できますよね。でそうすると A 種類の株式持ってる人たちには1株につき100円配当を出しますよと。でも B 種類の株式持ってる人たちは A の 1.5 倍配当もらえるでしょ。そうすると B 種類の株式持ってる例えば創業者に B 種類を持たせておけば、B 種類の人たちは1株あたり150円もらえるでしょ。でそのように、最初から株式にバリエーションを持たせることができる、こういったものが種類株式なんて言っていくんですが、でこれもですね、種類株式を会社が発行するんであればそういったものも定款に書かなきゃいけないんですよね。となるともう最初からそのこと決まってるんだったらそこに書いちゃっても構わないんです。でも少なくとも今言った種類株式だとかっていうのは書かなくても、問題ないんですね。書いてもいいけれども、別に書かないと、いけないものではないので、少なくともここで言う絶対的記載事項というのは、最低限この項目は抜かすとアウトですよというものになります。ではですよ、今度もう一つ枠のすぐ下に丸6番というところがあります。でこの丸6番ですね、発行可能株式総数とありますが、でこの発行可能株式総数というのは、会社が発行できる上限の数なんですよ。で、そこをご覧ください。株式会社が発行することができる株式の総数トータルですね。で例えばですよ、じゃあうちの会社は、じゃあこうしましょうかね。 A さんが1株1万円で、300万出資しました。 B さんも300万、 C さんも300万で、そこで A さん B さん C さん1株1万円で、300万ずつ出資をするってことは、トータル900万出資があって1株1万ってことになると会社が900株発行することになりますね。で、現在の発行数が900株だけれども、ただ、それは現在発行数で、これは発行済み株式総数なんていう言い方をします。現在の発行数に対してこの発行可能株式総数っていうのは、プラスアルファあと何株まで発行できますかという数が発行可能株式総数上限なんですね。で、そうすると、会社はその上限内に発行はとどめなきゃいけない。でこの上限数っていうのは定款に書かなきゃいけないんですよ。だけれどもその下ご覧ください、この、上限である発行可能株式総数は2行目です。原始定款作成時に定めることは要しない。ですから、一番最初の、交渉人のところに持っていく定款には書かなくてもいいんですよ。だけれども、その後原始定款に定めなかった場合には株式会社が成立するまでに、この株式会社の成立っていうのは登記によって会社って出来上がりますから、設立登記までには決めてください。じゃあどこで決めるのかって言ったら、発起設立の場合には発起人全員の同意で決めてください。だって発起設立の場合には設立時の初代株主って発起人だけなんでしょ。なので発起人みんなで決めれば OK。 でそして、募集設立の場合には初代株主って、発起人以外にも、出資をしてくれた人が他にもいるわけでしょ。その人たちで決めるってことは創立総会決議で決めればいいじゃないかというところなんですね。でまずこの上限数発行可能株式総数なんですが、これはですね、例えば今言った、うちの会社は最初の株式は、トータルで900株発行する予定でおりますというときに、じゃあ上限数を何株にするかなんですが、その下の黒丸ご覧いただきたいんですよ。一定の制限が出てくるんです。でその制限っていうのがですね、設立時発行株式の数は総数は設立しようとする株式会社が
法改外社の場合においては発行可能株式総数の4分の1を下回ることができないというところなんですが、でこれもまたちょっと確認なんですが、じゃあ公開会社って何か覚えてます？で、公開会社というのは、うちの会社の株式は株式譲渡自由ですよというのが、ね、その会社の株主になりたければ、そこの会社の株主さんからですね、ねえねえあんたの持ってる株式譲ってと、ねえいいよということであれば、ね、その会社の株式は、自由に取得することができるでしょ。つまり会社の株主になるのがある意味オープンなんですよ。オープンなので公開会社というふうに言っていくんですが、ただ、例えばですね、会社なんかにおいてはですよ、例えばうちは身内経営でやってますと、よそ者には入ってきてほしくありませんという場合なんかにおいては、どうするかというと、うちの会社の株式には、譲渡が自由にできませんよ。よそ者を入ってくるのを防止したければ、そこに譲渡制限というものをつけておくことができるんですよ。株式に譲渡制限をつけておけばオープンじゃないでしょ。オープンじゃないので非公開会社とこういうふうに言っていくんです。で、この譲渡制限をつけるかどうか、これも、つけるんだったら定款に書かなきゃいけないんですけども、基本的には原則譲渡自由なんです。株式会社ね、原則譲渡自由なんですが、ただよくありますよね、うちは親族だけで経営しておりますよ、とかいう場合には、なんならですよ、例えば、A さん家の息子さんが、親父が亡くなったから株式取得しました。 A さん家の息子さんはね、俺別にあそこの会社関係ねえしと、結構業績いいらしいじゃん、じゃあ、全然関係ないお友達に、これ一株いくらで売ってやるよみたいなことで、相続によって取得した株式を、ポンと売っちゃったらですよ、ね、とんでもない人が会社に入ってきて、私株式何株持ってますから、はい、株主総会で議決権行使しますよ、役員総督会しますとか言い出すとかえって混乱するでしょ。身内だけで経営してるとなると、ね、そういったことを防ぎたいな。どうするかっていうと、ね、よそ者が入ってこないようにしておく、譲渡制限をかけておく、株式譲渡が自由にできませんよというルールを設けておけばいいんですね。で、なのでまず、オープンであれば、じゃあですよ、上限数をもう定めておいてください。で、オープンじゃないんだったら、どうぞお好きに、身内で、ね、自分の仲間たち仲間内だけで経営してるんでしょ。ならば、別に会社法が上限数だとかうるさく言う必要ないんですよ。でも身内経営で、よそ者が続々入ってくるのであればですよ、この場合、上限数設定しておかなきゃいけない。で、まあ、これもですね、そうですね、株式の発行の話と絡むんですが、で、ちょっと深い突っ込んだ話になってきますよ。で、まず、ですね、募集株式の発行、会社が出来上がった後に、会社がじゃあ出資を募りたい、例えば、ね、会社が運転資金として、他から出資を募りたいと思った時に株式を発行しますよという時にですよ、まずここに書いてある公開会社という会社は、まあ、基本身内だけじゃない会社でしょ。身内だけじゃない会社であれば、ね、いろんな人が会社経営に口出していくとかえって会社が混乱してしまうので、公開会社の場合にはまず、会社の経営、まあ、いろんな業務執行というのは取締役会というところで決めていくんですよね。で、そうすると公開会社の場合には、新たに資金調達が必要だ、株式発行したいなと思ったら取締役会で、株式発行を決めちゃうことができるんですよ。となると、ね、公開会社の場合ですよ、取締役会だけでどん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 株式発行していくと、どんなまずいことがあるのかっていうとですよ、じゃあ例えば、既存の株式発行株式がうちの会社は現在1000株発行しております。でも、うちの会社公開会社なんです。で、基本的に、会社経営は取締役会にお任せしておりますという時にですよ、じゃあ、今現在1000株発行しておりますよ、何か株主総会で決めていくっていう時には1000株分の、議決権行使があって、それについて賛成です反対ですって言っていくんですよね。じゃあそこで1000株のうち100株持ってる人は、まあね、1000株のうち100株ってなるとそこそこの大株主ですよ。
ね、その人が株主総会出席して賛成です反対ですって言ったら10分の1の影響力はあるわけですよね。でもですよ、今までは10分の1の影響力ある大株主だったのに、例えばうちの会社公開会社ですから取締役会が、ちょっと資金が必要になりました、じゃん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 株式発行して、ね、今度、蓋開けてみたらうちの会社現在2000株発行している状態になってました。となると今いる既存の株主さん、さっき言った100株持ってる人っていうのは株式発行しなければ自分の議決権の影響力で10分の1あったんでしょ。でもそれが知らない間に20分の1になっちゃうと、自分の議決権の影響力、低下してきてしまいますよね。でそれがどん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 無制限にされちゃうとですよ、ね、10分の1が20分の1だったともかくで、それが、どん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 追加発行されると、私の議決権の影響力知らない間に、うちの会社の発行数が1万株になってましたから、1000株から1万株に、取締役がバン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 発行しちゃってですよ、ね、お金集まるからいいじゃんみたいな形で取締役が発行しちゃって、ね、でも気がついたらうちの会社現在1万株発行しております。この間まで1000株だったのに私の議決権の影響力、10分の1だったのにあっという間に100分の1になっちゃいました。となると既存の株主さんからしてみたら、ね、ちょっとやりすぎじゃねえかってことになるわけですよね。なので公開会社の場合には株式発行権限が株主から離れたところ取締役会に帰属するから、取締役会がさっき言ったみたいに調子に乗ってボンボン発行しないように発行の上限数を決めておくんですね。これが発行可能株式総数というものなんですよ。となると、ね、自由に発行できる数の上限として4倍という設定をしました。なのでいいですか、黒丸のところで、イグザンプルをご覧ください。ラスト2行です。で発行可能株式総数、上限を1000株という公開会社を設立しようとする場合、もう設立段階で、少なくとも250株の発行が必要、これを4倍ルールという言い方をしますね。 で、ですからまずうちの会社公開会社です。で、数の上限を1000株ですというふうにしたときに、で設立登記の申請を、例えばうちの会社、200株の発行でいきますって言ったらアウトですよね。ですから、ね、4分の1を下回ってますよね。なので、まあ、この、ね、発行可能株式総数のことを今上限という言い方をしましたが、よくですね枠という言い方をします。枠というのが取締役会に新規発行の権限を授けるという意味で受権枠なんて言い方をするんですが、取締役会が自由に発行できる権限を一応4倍まで与えておきましょう、授けておきましょう。会社の経営判断として資金調達が必要なこともあるでしょう。その度ごとにいちいち株主総会とか開いてらんないんですよね。よって発行権限を授けますよという意味で上限数を受権枠なんて言っていきます。ね、それはあまりにも、ね、権限を授けるのはやりすぎなので、取締役が暴走しちゃったりするので、そういった意味では、ね、4倍までにとどめるってことで、設立時においては、ね、まあ枠の数を、受験枠の数を1000株にするならばその4倍以内ということを守ってもらわなきゃいけない。となるとですよ、この場合枠の数を決める場合にはじゃあ設立時に何株発行するかっていうことが決まらなければ枠の数って決められないですよね。ね、ではですよ、例えば、さっき言いましたね、発起設立の場合であれば設立時の取締役が A さん B さん C さん、まあ、設立時の発起人か、発起人が A さん B さん C さんで、さっき言いましたね、1株1万ぐらいにしようかねって言ってて A さん B さん C さんでお前らいくら出せるって聞いてみたら A さんが、300出せるかな、 B さん300出せるかな、 C さん300出せるかなって言ってみるけれども、でもちょっと母ちゃん聞いてみたから分かんないみたいなことだと、まずそもそもの、A さん B さん C さんの出資額が決まらないですね。となるといくら何株発行するかっていうのも決まらないでしょ。でもっと言うと募集設立の場合、他から出資を募る場合も誰がどれだけ出してくれるのかっていうのは最初の段階でまだ分かんないんですよね。
となると、例えば A さん B さん C さんこんな会社作ろうぜと言ってる、えすげえいい会社じゃん、多分いろんな人から出資来るわと思ってるけれども、蓋開けてみたら、全然なんか人気がない、誰も申し込んでくれないという状況に陥るかもしれないでしょ。となると最初の時点での出資額がわからない、となると何株発行するかもわかんない、となると上限数も決められないでしょ、4倍までに設定しなきゃいけない、例えば、自分たちはガンガン申し込みあるぜと思って、枠の数を上限数を1万株とやってみたけれども、残念ながら誰からも申し込みがないから、ってことになると、ちゃんちゃんと最初から定価に書いちゃうとそのまずい状況に陥ってくるので、どうするかっていうと、この丸6番の発行可能株式総種受験枠上限数に関しては、これは原資定価に書かなくてもいいですというふうにしたわけです。ですから、出資が確定してから決めればいいじゃないということで、なのでいいですか、丸6番の発行可能株式総数というのは、書かなきゃいけないんだけれども最初に決めなくてもいいよ、設立登記までに決めてくれればいいからということにいたしました。なのでもう一回上の括弧2番の図表に戻ってほしいんです。括弧2番の図表に戻っていただくと、この場合丸2番ですね、括弧2番の上の丸2番、発行可能株式総数についての定価の定めを設けまた変更する、この変更というのは最初意気がってですね1万株って言ってみたけれども、実はそうでもなかったねと、 3B さんの出資額が足りなかったねという場合には後から減少することもできますし、でということで発行可能株式総数に関しては、最初の定価に書いてもいいし、そして本来だったら最初の定価に書いた内容はいじれないんだけれども、これに関しては、出資が決まらなければ枠の数も決められないので後から変更することもできるよというところなんです。で、じゃあこの発行可能株式総数をどうやって、追加したりもしくは変更するのかっていうと、これが下の黒丸のすぐ上ですね、黒丸のすぐ上で、発起設立の場合であれば発起人全員の同意で決めてください。多数決じゃないですよ、A さん B さん C さんの多数決ではなくて全員の同意で決めてください。そして、募集設立の場合には創立総会の決議ですね、これは発起人だけではなくてそれ以外に出資をした初代株主になる人たちですよ、みんなで集まって決めてくださいという形になるわけです。で続きまして、今度4ページですね、4ページの括弧4番相対的記載事項という項目です。で、これはですね別に、書かなくてもいいんですよ、書きたきゃ書きなさい。先ほど言った例えばですよ、株式の種類バリエーションを設ける、 A 種類と B 種類を作って B 種類は配当がいっぱいもらえるぜという株式のバリエーションを持ち出したいとか、他にもさっき言った例えばうちの会社は身内だけで経営していきたいから譲渡制限をつけたいねっていう場合にも、そういった項目は定款に書かなきゃいけないんですよ。ってことで括弧4番もう一回見ていきますと、定款に記載しなくても定款自体の効力に影響はない。ただ、会社法の規定により定款の定めがなければその効力を生じない。つまり定めなくてもいいけれども定めるんだったらちゃんと定款に明記しておいてください。なので、例えばさっき言った、剰余金配当、剰余金配当というのは配当がいっぱいもらえますよというのを優先株を作りたいんだったら、そもそも定款に書いてないのに創業者だけが、例えば A 種類 B 種類って決めてですよ、B 種類はいっぱいもらえるとかっていうことを定款に書いてもいないのに配当を俺たちだけたくさんもらうっていうことはアウトなんですね、ダメなんですよと。他にもですよ、譲渡制限、株式を自由に譲渡させたくないという場合であればそれはちゃんと定款、というルールブックに書いておいてくださいと。ですから定めるんだったら定款に書きなさいという項目が相対的記載事項というものです。で、相対的記載事項に関してはかなりいろんな種類があります。今言ったように、種類株式の定めもそうだし、例えばですよ、そうですね、うちの会社は、取締役会を置きますよ。そもそも株式会社って、最低限取締役が1人いれば少なくとも会社法的には OK なんですよ。
だけれどもいろんなルールがありますね。これ会社をかなりがっつり勉強されている方は、うんうんという状況かもしれませんが、例えばですよ、さっき言ったうちの会社は、公開会社です、株式に譲渡制限を設けておりません、という会社であれば、そもそも会社法の規定として取締役会を置かなければならないということが、そもそも会社法上義務付けられているんですね。ということであれば、そもそも株式会社には取締役会を置いてる会社があれば、いやいやうちの会社は身内だけの経営ですから取締役会なんてありませんよと、うちの会社は身内だけの経営ってことは譲渡制限がついています、譲渡制限が全ての株式についてますってことは公開オープンじゃないので非公開会社ですね。で、非公開会社身内だけで経営してるんだったらわざわざ取締役会なんて漁業しい期間いらないんですよね。で、そうすると取締役会置いてないんですよ。でも、そもそもうちの会社譲渡制限つけてません、どうぞオープンです、自由に来てください、オープンな会社です、公開会社ですってことになると、これですね、株主がコロコロ入れ替わり立ち替わり、コロコロ動くんですよ。となると会社のこと株主さんたちに決めてもらうのは現実的に無理なんですよね。で比較的オープンな会社というのは、大体規模の大きい会社、身内経営じゃないことが多いんですよ。となると、会社にとって大事な経営事項っていうのはもうそれを専門家に、経営の専門家に任せましょう、取締役会というのをそもそも会社を置きなさいというふうに決めております。公開会社は取締役会を置かなければならないんですね。そうすると、少なくとも株式会社といえども取締役会を置いている会社もあれば置いてない会社もあります。となると取締役会置くんだったらその旨を定款に書きなさい。特に、会社のこの機関設計ですね、どういう役員構成しているのかっていうのはすごく大事なことなんです。となると、その項目は定款に書いておきなさいと。となると、これも相対的記載事項ですよね。定款に書いてないのにうちの会社取締役会ありますよみたいな、そんな無責任なことは許されないんですよ。他にもですよ、例えばうちの会社は、お金のチェック、そして、業務チェックを監査役ということに、使徒にさせることにいたしました。監査役を置くならば、監査役設置ということをちゃんと定款に書いておいてくださいとか、あと他にもですね、会計参与、という機関があるんですね。で、この会計参与というのは何をする人なのかっていうと、基本的にですね、会社のお金に関する書類というのは取締役が作るんですよ。で、いいですか、まず、会計参与も会社の役員ですよ。で、じゃあそうですね、ちょっと話それますが、じゃあ会社、例えば多くの会社が4月1日から3月末で1事業年度ですね。そうすると3月末で、例えば平成27年度おしまい、で平成27年の経営成績、お金に関する書類を作って次の株主総会に上げて株主さんにチェックをしてもらう。じゃあお金に関する書類を作るの誰かって言ったら、基本的には取締役なんですよ。取締役がまずお金に関する書類を作ります。でそこでですね、多分取締役って、何か前提資格がいるかといらないんですよね。なんなら、そうですね、皆さんでも、例えばですよ、皆さんでも、受験生やりながら、どっかの取締役になってって言われて、あ、いいよって言ったらもう取締役になっちゃうんですね。となると、取締役がお金に関する書類を作ると言ってもですよ、ただまあもしかしたらですよ、嘘書いてるかもしれないですよね。となるとですよ、そのお金に関する書類に信憑性を持たせるというためには、そこにお金に関するプロが関与していれば、その会社のお金に関する信用性って上がりますよね。そのためにどうするかっていうと、会計参与という人に一緒に書類を作ってもらうんですよ。でこの会計参与っていうのも、会社の役員なんですよ。取締役だとか監査役と同じような会社の役員なんですが、どういうことをするかというと、この会計参与になるためにはまず前提として資格が必要なんですよ。
ちなみに私はどんなに頑張っても会計参与になることができないんですね。というのが、会計参与は公認会計士か税理士の資格が必要なんです。でもしくは、監査法人か税理士法人じゃなきゃダメなんですが、なので私は税理士も公認会計士の資格も持ってないので、どっかの会社の会計参与になりたいって言ってもなれないんですね、まずは資格取るとこから始めなきゃいけない、ということになっちゃうんですが、じゃあまずそもそも税理士資格を持っている人がある会社の会計参与になりました。でこの会計参与はさっき言ったお金に関する書類の作成を取締役と一緒になって行うんですね。となると書類、お金に関する書類作成にお金のプロが関与してますよとなると、でしかもですよ、その人たち、資格持って、参加してますから、万が一そこに嘘でも書いたら今度資格として懲戒処分を受けたりすることになりますから、ねプロとして、嘘のない書類を作るという方向に向かいますから、となるとうちの会社には会計参与置いてますよってなると、まあ、例えばですね、お金に関する書類の信頼が上がるってことは、その会社にとってみると例えば銀行から融資を受けやすくなったりとかね、もしくは、例えば、取引先と、これから長期契約をしていこうっていう時に、だいたい、継続的な契約締結する時にはですよ、相手方の会社っていうのはその会社のお金の状況をチェックしますから、お金の状況をチェックした時に、その会社は会計参与がうちおりますよってことになると、プロが作成に関与してるってことになりますから、粉飾の危険も、まあ、ゼロではないけれども少なくとも少ないですよね。という意味でこの会計参与という役職の人、これは株式会社置いてもいいし置かなくてもいいんですが、いればそういうメリットが出てくるんですよ。ならば会計参与という役員を置くならば、そもそも定款に書いておきなさいと、でしかも役員として、ちゃんと登記もされますと、という形で、この相対的記載事項というのは、定めがなくても別に会計参与置かなくてもいいんですよ。なんならですよ、普通の株式会社でも、取締役私一人です、私一人だけでやってます、という会社も5万とありますよ。取締役一人だけでやってますという会社で、わけわからず仰々しく監査役とか、会計参与とかいらないんですね。なので少なくとも会社法上は、最低限役員は取締役1人でいいと言ってます。ただしさっき言ったみたいに、公開会社であれば取締役会置きなさいとか、取締役会という経営者、体系引くんだったら原則会計、監査役を置きなさいとか、これをしたらあれをしなさい、この時にはこれもセットで置きなさいということが、うるさく義務付けられていますよ。これが機関設計に関するルール、機関というのは役員のことです。あれを置いたら、これもセットにしなさい、あれだけ置いてこれを置かないっていうのはバランス悪いからダメですよということが、ルールとして決められています。でここかなり細かいルールがあるんですが、そういったルールにかなうように、全部そのことは定款に書いておきなさい。でこれが相対的記載事項ということなんです。ただ、今言ったような機関設計のルール云々に関しては、設立に直接関わってくることじゃないんですね。会社作った後で後から追加的に、これを置きましょうとかあれを置きましょうって決めることもできるので、少なくとも、最初からそれを作んなきゃいけないわけではないですというところです。じゃあ設立の段階で、関わってくる相対的記載事項といたしまして、黒丸のとこですよ。これが変態設立事項というものなんですが、変態って読むとおかしなことになっちゃうので変態というふうに言っていくんですが、この変態というのは、ちょっと変わった形態の設立という意味なんですが、で、このあたりですね、丸1から丸5、一個一個を全部突っ込んで、検討していくのはもうこの時期ですし、まあ言っちゃ会社法ですし、一個一個突っ込んで、検討していくのは、まあ、ちょっとそこは試験対策としてはやりすぎかなと思いますが、まずですね、1番の現物出資、これに関してはやっておきましょう。で結構ですね、合格後の実務においても、この会社作るときに現物出資したいんですって言われること多いですっていうのが、まずこの現物出資っていうのはですね、基本的に会社に出資をするときに何も現金じゃなくてもいいんですよね。例えばですよ、さっき言った A さ
んが、あ、ね、300万、B さん300万、C さん300万の出資をするというときに、何も、ABC 全員現金じゃなくてもいいです。現金でもいいんですが、現金じゃなくてもいいんです。例えば、A さんは、あ、じゃあそうですね、まあ、あの車、持ってますよと。で、例えば会社作ったらその後ですね、なんなら配達だとかでいろいろ車必要になったりするでしょ。そうすると、A さんは私現金持ってないけれども、ただ、使っていない、ね、あのほぼ新車の、ね、例えば300万相当の車持ってますから、私は現金の代わりに、その300万相当の車を出資に変えたいと思いますと、ね、現金じゃなくても構わないので、それを出資に変える、現物で出資をすると、現物出資というふうに言っていくんですが、でそれがちょっとその下に飛んでください。丸1番の、下の表です。でこの現物出資というのは意義として、金銭以外の財産で、括弧飛ばして、それをもってする出資、原則金銭出資なんだけれども現物でもいいですよ。で、よって現物出資で、ちなみに括弧事業も含むってあるでしょ。で、これ事業って何なのかっていうとですよ、例えばもともとは A さんが一人でカフェを経営しておりました。で、A さんのカフェっていうのは、例えばですね、最初は一人で細々やっていたんだけれども、結構人気になってですね、例えばあそこの場所にあって、そのね、例えば店名も、どうしましょうかね、ひろみカフェ、すごい人気なんですよ。ひろみカフェがすごい人気で雑誌にも取り上げられるようなとこで、そのひろみカフェも例えばですね、すごい人気のメニューとかあるんですよ。そこでしか食べられない、ね、人気のメニューがあるんですよ。そうするとまず、そのひろみカフェの店舗だったり、そして例えばそのメニューだったり店名だったり、そういったものも一つの財産的価値があるわけですよね。ね、レシピとかもそうでしょ。門外不出のレシピ、ひろみカフェでしか食べられないということになると、そういった店舗も全部店の経営も含めて一つの財産的価値があるものですよ。となると、今まではひろみカフェは佐々木さんが一人でですね、個人経営でやってきました。何も商売するときに会社作んなくてもいいですよね。個人営業っていう形で、会社は、ね、商売はできますよ。でも、ひろみカフェがそこそこ儲かってきたから、じゃあ、ひろみカフェをもうちょっと、店舗増やして展開していくかっていう時にですよ、じゃあ B さん C さんが、俺たちも一緒に作ってあげるぞと言って、 B さん C さんも、他の、まあ、例えばですね、これから店舗展開たくさん展開していくことになると、B さん C さんは現金出してくれますよ。じゃあ、ひろみさんは、じゃあ私はそのひろみカフェを一つの財産的価値のある事業として、それを出資したいと思います。となると、それも一つの現物出資と言えるんですね。店舗も、なんならそこの腕持ってる従業員、コックさんとかもね、との雇用契約ですよ、も含めて、レシピも含めて、そういったものを現物出資しますよ。で、例えばその店の価値がですよ、まあいいとこ1000万ぐらいの価値あるかなと、こんだけ儲かってんだよということになると、1000万円相当の財産として、そのひろみカフェの事業を現物出資しますと。なので、現物といっても事業とかになったりすると、まあ、目に見えないもの、ね、まあ、ブランド価値とかも、ね、含めて、という形になりますが、現物出資というのは、まあ、事業も含めて、でそれを会社の出資の目的にすることができますよ。そうすると佐々木さんはひろみさんは、1000万円分の価値のある、その事業を出資したら、例えば1株1万円であれば、1000株取得できるわけですね。でこれがまあ現物出資。他にもですよ、B さんが、例えばですね、B さんはじゃあ、ね、車を出資するということになると、現金じゃなくても300万相当の車であれば、それを現物出資として、現金じゃない形の出資ができるんです。で、じゃあそこでその現物出資ができるのは初代株主として発起人のみなんですよ。で、そこの後ろに34条1個と63条1個比較ってありますが、まああのね、この時期なので、時間的な余裕なかなか厳しいと思うので、あの条文引ける時間がある方は引いていただいていいんですが、あの、まあ、これ言葉で説明しますので、この段階で分かってください。会社成立後であれば現物出資は別に既存の株主以外でもできちゃいます。初めて今回あのお宅の会社に出資しますよという方でも、現物出資っていうのは一定の手続きを踏めばできちゃうんですよ。だけれども最初の株主となる設立段階においては発起人しかダメなんですね。なので
募集設立のやり方で行った場合、例えばさっきの話ですよ、 A さん B さん C さんが発起人です。他にもですよ、D さんとか E さんからも出資を募りたいです。 D さん E さんは発起人じゃないんですよ。 D さん E さんからも出資を募りたいですっていう場合には、 ABC 以外を募集するという形になりますから、初代株主は ABC、D、E、5人おりますね。この時にですよ、D さんとか E さんが、現金以外で出資できるかっていうとダメなんですね。設立段階では発起人しか現物出資は認められておりません。というのが、この現物出資ってですね、一見、便利なように見えますが、ちょっと危険なんです。何が危険なのかっていうと、例えばさっき言った車を現物出資しますという場合、もしくは不動産現物出資する場合、なんかにおいては、本当にその現物が当該価値を有しているかどうかというところでごまかしをされてしまうと、ね、特に会社法は出来上がった相手の会社の財産的健全性というものをすごく重視しているんですね。作った段階で財産的にズブズブの会社っていうのは出来上がった後もういい方向に進まないんですよ。初っ端からもう最初作った段階からやべえなこれという会社でうまくいった試しがないんですね。となると設立直後の健全性、というものをすごく厳しく、考えているんです。となると、ね、現物出資というのは例えばですよ、今言ったようにじゃあ佐々木ひろみさんがひろみカフェを現物出資しますよ、で、実はひろみカフェって大して儲かってないのにすげえ儲かってるみたいなこと言ってですね、1000万ぐらいの価値ありますよと言ってですよ、で、蓋開けてみたら全然客いねえじゃんと、メニュー食べてみたらまずいじゃんと、これ1000万の価値ねえぞとこういうことになってしまうと、ひろみさんはひろみカフェ事業で1000万の出資ですと言って1000株取得しているのに、実際会社が取得したひろみカフェの事業ですね、いいとこですね、まあね、例えば400万ぐらいの価値しかねえぞと言ったらですよ、会社は1000万だと言ったから、ひろみさんに1000株渡してるんでしょ。でも実質的な財産の評価として400万なんでしょ。つまり、1000株に見合った会社に財産が存在しない、ということになってきますから、これはまずいですね、会社設立直後の財産的健全性が脅かされてますよね。となるとそういったまずい状態は避けたいということになりますから、責任の所在がはっきりする発起人にしか現物出資はさせません。で、という意味で、他からも出資を募るときに、広く認めても良さそうに思いますが、特に会社法は設立直後の財産的健全性を考えたら、作った発起人たちにしか認めませんよと。 でもですよ、会社が出来上がった後になると、ちゃんとした形で出来上がった後で、でその後会社を事業展開していきたい、会社をどんどん大きくしていきたいという時には、出資のやりやすさ、出資の募りやすさから考えたら現物出資も、認めざるを得ないというところなんですが、最初の段階では発起人に限るというふうにしたわけです。 では発起人のみが現物出資できるんですが、例えばですよ、じゃあ不動産を現物出資することになりました。で例えば発起人の A さんが、じゃあ例えば、ひろみカフェ2号店のための店舗として、池袋の駅前の、土地持ってますよと、でそこにひろみカフェ2号店バンと作ろうじゃないか、みたいなことで土地を現物出資しますという時にですよ、で、じゃあですね、土地の所有者が変わるでしょ。 B さんから例えば株式会社佐々木商事に、所有者が変わるわけですよ。となると所有者が変わるってなると、これ民法の話、177条の、所有権転当期必要になるでしょ。で所有権転当期に関してはですよ、まずその土地の引き渡しって会社成立前に引き渡しは済まさなきゃいけないんですよ。だけれども所有権転当期を佐々木商事名義にするためには、そもそも佐々木商事って会社の商業登記の設立登記がしなければ、そもそも会社って出来上がりませんよね。となると例えば引き渡し自体は10月1日に済ませましたけれども、その後いろんな手続きやっていかなきゃいけないから、商業登記の設立登記の申請は例えば10月下旬になりますよ。
というときに、このときですよ、引き渡しは10月1日に済ませてますが、まだ10月1日段階では佐々木商事出来上がってないので、佐々木商事名義で所有権伝統期できないんですよね。ということで、ご覧ください、現物出資産が登記または登録などを要する場合、まあ、登録というのは自動車とかなんですけれども、そういったもの、その登記登録は発起人の全員の同意があるときは会社成立後で足りると。つまり会社が出来上がらないと会社の所有権登記名義というのを取得できないので。ただその後給付というのは引き渡しです。給付引き渡しは設立時発行株式の引き受け後遅滞なく行わなければならないということで、例えば発起人の A さん B さん C さんで、発起人の B さんが土地を現物出資することになりました。で、だいたい池袋の前の土地ですね、結構でかいんですよ、1億するんですよ。1億の土地であればですね、それ分の私現物出資しますと、それ分の株式引き受けますという場合であれば、引き受けたら即行出資をしてよね、じゃないと後から、ずるずる引き渡ししてもらえないってことになると困るでしょ。なので引き渡しは先に済ませてください。移転登記に関してはもうしょうがない、佐々木商事会社名義の登記にするためには会社立ち上がらないと不動産登記できないんですよね、という意味です。なので問題文とかでですよ、引き渡し及び登記は成立後で足りるって書いてあったら罰ですよね。引き渡しは先に済ませてください、登記は後でいいですよ、全員の同意があればね、ということです。ではその後です、検査役の調査と書いてありますが、これもですね、さっき言ったみたいに財産の額についてごまかしがあっては困ると。さっき言いましたね、ひろみカフェの事業が1000万相当の価値がありますから、私1株1万円で1000株くださいって言ってですよ、もしそその際ひろみカフェの事業価値が400万ぐらいしかねえやってことになると、1000株取得しているのは、1000株、佐々木ひろみさんにあげたのはそれまずいってことになりますね。つまり、財産って不当評価なんかによって、会社に実質的なそれだけの実質財産が入ってこないと困るんですよ。とにかく、会社成立後の財産的健全性を考えたら、額をまあ、ごまかされると困るということで、どうするか。原則としてまず、その現物出資をするならば定款に変態設立事項として記載をしてください。この変態設立事項というのが上の黒丸の枠のとこですよ。変態設立事項というのは何も現物出資だけではないんですけれども、まあ、現物出資があるならば、枠の中の丸一番って書いてください。まず定款に書いてください。定款に書くってことはしっかり証拠に残しておくって意味にもなるんですね。で、そして、変態設事項として書いてください。さらにはその後交渉人の認証後遅滞なく裁判所に検査役選任を申し立て、その調査を受ける必要がありますよと。で、これもですよ、変態設事項の記載があったならば、まず交渉人の認証を受けますね。で、そして交渉人の認証をもらったら速攻裁判所にチェックマンの申し立てに、チェックマン、要は検査役選んでくださいって言いに行ってください。で、ここで、チェックマン検査役何をする人なのかっていうと、まずその現物出資産が、その相当額の資産価値を持ってるかどうかをチェックしに来ます。なので例えば不動産、だとか何でもいいんですよ、車でも何でもいいんですが、で、それが相当のその例えば定款にひろみカフェ1000万というふうに書いてあったならば、実際ひろみカフェ見に来ますよ。で、それが例えば立地だとか、店舗の状況だとか、例えば行列だとかによってもですよ、店舗の価値って変わってくるでしょ。となると、これひろみカフェ、まあ、1000万相当の価値あるかなというふうにチェックしに来るんですよ。で、ひろみカフェ見に行きました。どう考えてもこれ一家すっげえ遠いし、お客さんガラガラだし、いつ来てもお客さんいないのと、メニュー食べてみたらクソまずいじゃんとみたいなことになると、これ1000万の価値ねえなという評価を受けるわけですね。となると、チェックマンが価格調査にやってくるわけですね。で、その調査員チェックマンなんですが、これは裁判所が選ぶことになります。なのでまず定款に変態設事項、現物出資産書きました、となるとまず、発起人は今度裁判所に出向くんですよ。交渉人のチェック受けました、チェックはよこしてください、うちの会社現物出資するんですということで、言いに行くんですね。そうすると検査役が、実際現物出資産を見に来るんですね。
他にもですよ、現物出資、例えば機械だとかも現物出資することがあります。何かの製作会社を作るときにですよ、別の人がそれ専用の製作機械を持ってますから、例えば600万相当の機械です。機械を現物出資しますとなると、例えば機械もですね、例えば ある程度の例えば型番とかがあったとしても、なんならですね、それが新品の機械だとか中古の機械だとかによっても機械の価値って違うでしょ。車だとかもそうですよね。新車であればいくらの価値がある、例えば300万の価値がある車でも、ね、走行距離だとか、走行距離だけでは測れないですよね。ね、走行距離は結構少ないけれども、なんなら見に行ったらですね、結構ボコボコにへこんでんじゃないか、あちこちぶつけてるじゃないかということになると、やっぱ価値としては下がっちゃいますよね。ということで、本当にそれがその価値を有しているかどうか、価格調査にやってくるわけですよ。ね、この、ね、現物出資に関しては、ね、目的財産が例えば、ね、あの車です、車の型番とかも書くんですよ。ね、その現物出資財産は300万ですって額まで定価に書いてあるんですよ。ね、それが本当にその車が300万の価値を有しているかどうか、ひろみカフェの事業が1000万の価値を有しているかどうか、これを裁判所からチェックにやってくるんです。で、そうすると、チェックマンがチェックして、妥当な評価だなと思えば、ね、そのことは、裁判所に、問題ないですって評価が報告が上がりますし、で、いやいや、全然あの価値持ってませんでしたよってことであれば、そのチェックマンは裁判所に報告をしに、でじゃあ、まず原則、現物出資等の変態設立事項があるならば、裁判所からのチェックマンがやってくるんですが、ただ現物出資がちょっとでもあったら、チェックマンを呼ばなきゃいけないかっていうと、ちょっとそれもやりすぎだねということになりまして、でその下例外として、ね、検査役の調査を受けなくて良いケースがあります。で、まあ、この場合丸1、丸2、丸3なんですが、まずいいですか。丸1番、現物出資財産等の総額が、500万円を超えない場合とありますが、でこれちょっと気をつけてほしいんです。星印が下にありますね。で、現物出資財産等というのは現物出資財産プラス財産引き受けにかかる財産ありまして、財産引き受けっていうのは上の黒丸の枠の中ですよ。上の黒丸の枠の中で、変態設立事項というのは現物出資だけではないんですね。で、財産引き受け、というのも、これも、ね、変態設立事項の一つなんですが、で財産引き受けが何なのかに関しては、ね、皆さんのお手持ちのこのテキストの中にも、載っかっているんですが、ね、例えばですね、会社が、出来上がった後ですよ、出来上がった後、ね、例えば、事業用の土地が必要だということであれば、例えばですね、じゃあ会社出来上がった後、何か店舗を作りたい、もしくは営業所を作りたいだとかの時に、不動産が必要です。でその時にですよ、本当だったら会社が出来上がった後取得契約をするだとか、もしくはテナントが必要であれば賃貸借契約だとかっていうのは、出来上がった後契約すべきなんですよね、前提として。でもなんならですよ、ね、会社出来上がるまでにちょっと時間かかるんですよ。で今のうちにあれ買っとかないと他の人が買われちゃうかもしれないですね。つまり本当だったら会社作った後、ね、事業開始に向けて動くべきですが、フライングだけれども今のうちに、あんないい立地の出物はないっていう場合には今のうちに買っときたいですよね。となると、それを会社設立を見越して財産引き受けという形で、その売買契約なりをしておくことができるんですよ。でもこれだって今の現物出資と同様なんですよ、ね、例えば、ね、1000万の価値の土地という前提で買ったけれども、実は蓋開けてみたら、800万の価値しかなかったってことになると、会社1000万払うのに800万の財産しか入ってこないでしょ。となると今の現物出資と同じで、財産価格の不当評価によって出来上がった直後の会社の財産的基盤がガタガタになっちゃいますね。ってことで、特に丸1番丸2番、ね、現物出資財産引き受けに関しては、価格評価以下によっては出来上がった直後の会社の財産的危険性が害される可能性が非常に高いんですよ。ちゃんとその価値有してるかどうか、ね、これ発起人たちだけに任せるわけにいかないんですね。
だってですよ、発起人たちは、自分たちの都合のいいように、やってるかもしれないでしょ。そうならないように、そうずるしないようにちゃんと第三者のチェックを受けなさいと、ねえそれが、現物出資財産引き受け含めて500万超えないのであれば、まあ本当はですよ、500万、超えなくてもですね、例えば200万でも300万でも、例えば、車300万ですと言って現物出資しました、ねえ実はそれがもう中古のボロボロで100万150万ぐらいの価値しかありませんでしたということになると、会社の財産的基盤は、それも、確かにですよ、それに見合った300万に見合った車じゃないという特徴がまずいかもしれませんが、でもちょっと言い方乱暴ですが、500万超える場合であればやっぱちょっとしっかりチェックはしなきゃいけないんです。でも、まあ、500万未満であればですよ、500万以下であればまあ検査役のチェックを受ける必要までなかろうと、で裁判所選任の検査役だって、そこにお金払わなきゃいけませんしね。で結構費用もかかれば時間もかかるんですよ。費用時間かけてまでチェックをするんだったらそこそこでかい規模の財産にしましょう。500万超えないんだったらまあよかろうと、こういうところで、まあ、これ線引きなんですが、ここで気をつけてほしいのが、500万超えない場合、しかもね、いいですか、現物出資財産等の総額がってありますよね。この総額っていうのがポイントなんです。例えばですよ、ね、じゃあ A さんの現物出資が、A さんの現物出資が300万円の自動車です。で、B さんの現物出資が、じゃあそうですね、B さんはじゃあそうですね、パソコンを、何台かまとめて、そういったあ、ね、パソコン等を、ねあのなんパソコンスマホとかいろいろ会社作った後必要でしょ。でそれも現物出資として、例えば、B さんがあそういったね、あの全部ひっくるめて300万ぐらいの、ねまあパソコンだとか電話を現物出資しますと。そうすると A さんの車300万 B さんの、ね、そういった応援機器含めて全部300万それぞれは300万ですよね。でも合計すると500万超えちゃいますよね。であればこれ全部チェックしてください。 A さんの車だけだったらチェックはいらないんです。でも A さん B さんの現物出資足し算してみたら500万超えちゃうっていうことであれば、ね、A さんの車なり B さんの応援機器を全部含めてチェックをしてください。トータル500超えるようなケースであればやっぱり、そこは財産的権税制が害される。そのしかも被害の度合いが大きくなるって意味なんですよ。500万超えなければ、確かにね、な課題評価だとかによって、会社にそれに見合う財産入ってこないかもしれないけれども、でも少なくとも被害は、まあ、それほど大きくはない。500万超える場合であれば被害が大きくなる危険があるから、じゃあチェックマン呼ぼうよということです。で他にも丸2番です。現物資財産の等の目的が、今度市場価格のある有価証券。この市場価格のある有価証券というのは通常ですね、上場企業の株式ですよ。例えば A 会社設立に際して、ね、B 会社の、ね、株式を現物出資します。で B 会社は上場企業ですとなると、B 会社の株式、例えば B 会社の株式がそうですね、1株1万円で、今市場で株価ついてます。 B 会社の株式は、ね、株価1万円です。それを例えば700株分現物出資しますということであればトータル700万ですよね。でもじゃあ B 会社の株価ってごまかしようがないんですよ。市場価格ある有価証券ってことは上場企業だってさっき言いましたが、上場企業だともうね、何月何日時点の株価ってのすぐ分かるでしょ。となるとさっきの機械だとか、車だとかみたいに、ごまかしが効かないんですね。ってことであれば、市場価格ある有価証券だったらごまかしが効かないので、わざわざ裁判所のチェックマン呼ぶまでもないよねと。ってことで、それが丸2番のところに書いてありますね。現物出資財産等の目的が、市場価格ある有価証券で、の場合であって、定款に記載記録された価格が当該有価証券の市場価格の相場を超えない場合というところで、例えば1株1万円です。なんならですよ、市場価格最近、まあ、株価って日々変動しますけれども、例えば、最近、ね、あのそのそこの会社の株式株価は1株1万2000円ですという状況であれば、1株1万2000円、証券会社行けば1万2000円払わなきゃいけない株式なんだけど、1株1万円で会社に現物出資してくれるってことはですよ、
でむしろ、会社それに対する、株式発行する会社少なくとも損はしてないですよね。でしかもこの株価っていうのはごまかし効かないので、これだったらわざわざチェックマン呼ぶ必要ないでしょうと。もう一つ丸三番です。現物出資産について定価に記載記録された価格が相当であることについて、その後アンダーラインです。弁護士弁護士法人公認会計士監査法人税理士税理士法人の証明を受けたものとありますが、まあ、あの監査法人というのは公認会計士の法人形態なんですが、で、まあ、要はここのアンダーラインあるものは、その、価格調査等についてですよ、で資格を持って行ってるんですよ。もしここでごまかしのあるような、例えば発起人とグルになってですよ、ね、あのね、大した価値もないのにヒロミカフェ1000万の価値ありますみたいな証明書書いちゃうと、後でそれバレちゃったら、懲戒処分になりますから。となると自分の資格かけてまでそんな証明書書くんですよね。まあ嘘が書かないでしょうという、ね、信頼なんですよ。ということでこの人たちが証明書書いてくれたら、まあ少なくとも裁判所選任の検査役だと、まあ裁判の検査役にお金払わなきゃいけないし、でかなり期間もかかるんですね。それよりはむしろ付き合いのある弁護士が、これ書いてくれるんだったら結構早いですよねという形です。あと括弧の中で現物資産さん等が不動産の時は、不動産だったら不動産鑑定士の鑑定評価も受けてください。ただ気をつけてほしいのが、不動産鑑定士の鑑定評価も必要ってありますね。現物出資さんが不動産の場合であれば不動産鑑定士の評価のみではダメですよ。弁護士の証明プラス不動産鑑定士の鑑定評価という形になります。じゃあその後、5ページなんですが、で今度株主の確定と出資の履行とありますが、でいいですか、括弧1番、設立時株式発行株式に関する事項の決定とありますが、こちらですね、まあ、あの何株発行するかとかいくら発行するかとかそういうことも含めてなんですが、定款に別段の定めがある場合を除いて以下の事項は発起人全員の同意によらなければならないとありますが、でこれ定款にっていうのはもういきなり最初の原始定款に一株いくらですとか、ね、発起人 A さんは何株引き受けますとことも具体的に書いちゃって構わないんですよ。で、そこで、枠の中見てください。設立時発行株式に関する事項の決定とありまして、で、そこでまず丸1番、発起人が割り当てを受けるか設立時株式の数。例えば A さんは300株、B さん300株とか、C さん500株とか。発起人何株引き受けるかってことを決めちゃう。そして丸2番、発起人が割り当てを受ける設立時発行株式と引き換えに払い込む金銭の額ってありますが、まあ、要はこれ丸1番が決まって一株いくらっていうのが決まってれば丸2番も自然的に決まってきますよね。逆に言うと、ね、丸1丸2が決まれば割り算すれば一株いくらっていうのが分かってくるでしょ。あと、もう一つ決めなきゃいけないのが丸3番なんですよ。成立後の株式会社の資本金資本準備金の額に関する事項とありますが、ね、株式会社は資本金の額でこれを、定款には書かなくてもいいんですけれども、登記しなきゃいけないんですね。で資本金ってここまで突っ込んで学習する必要はないんですが、資本金というのは、うちの会社には強制執行可能な財産最低限こんだけはありますからねということを対外的に示していく額なんですよ。となると、ね、資本金、例えばうちの会社は資本金1000万ですとなると、万が一うちの会社に何かあっても1000万相当は強制執行で回収できますということを、対外的に示していく額なんですね。となると、まあ、会社の取引先からしてみたら資本金の額が大きければ大きいほど、まあ、ちょっと安心ですよね。なのでそういった意味では会社の資本金の額っていうのは、まずはですね、その会社の経済的な信用度っていうのを示す規模でもあるんですが、まあ、資本金は、そもそも登記はしなきゃいけないんです。定款には書く必要ないけれども、登記はしなきゃいけないんですね。となると、まず作った段階でうちの会社設立段階で資本金いくらにするかっていうのは決めなきゃいけないですね。であと資本準備金なんですが、これどういうことか、その下米印見てください。
原則として設立に際して払い込み給付された財産の額を全額これを資本金として計上します。なので例えばですよ、1株1万円です。 A さん B さん C さんが300株って引き受けることになりましたとなると、ね、1株1万円で合計900株ですから900万円分、ね、会社にお金が入ってきますよね。じゃあ原則資本金って900万なんですよ。だけれども全額資本金として計上しちゃうと、ね、さっき言ったように資本金っていうのはうちの会社には最低限強制執行可能な財産だけありますよという額ですよね。万が一例えばですよ、その後取引先が倒産したりだとか未回収の不良債権とかが出てきたりすると後々困りますよね。でどうするかっていうと、まず最低限資本金には2分の1は乗せてくださいってことで例外のとこです。でそこで払い込み給付された財産の額の2分の1、これはまあ冷めて最低でも資本金にしなきゃいけないんですが、2分の1を超えない額は資本金として計上しないことができる。資本金にしないんだったらどこに入れるのかって言ったら、はい、括弧の中、資本準備金という項目に入れてください。なので、例えば今の話、3B さん C さんが300万、出資をすることになりました。そうすると、一応成立後の会社にはトータルで900万入ってくることになります。900万円全額資本金にしてもいいですし、ね、例えば500万資本金にして400万資本準備金にするでもいいですし、700万資本金にして200万資本準備金にするでもいいですし、ただ、例えば400を資本金にして資本準備金500万、これは NG ですね。最低でも2分の1は資本金にしなきゃいけないんですよ。なので今の事案だと450までは資本金にしなきゃいけないんです。450資本金、450資本準備金にすればいいんですが、まず最低限払い込みの2分の1に関しては資本金にしてください。で資本金にしないんだったら、残りは準備金にしてくださいと。となると、このいいですか、1、2、3に関しては、ね、上の括弧1番の枠のすぐ上の文章です。もう全部ですね、最初の定款作る原始定款作成時点で全部ここまで決まってるんだったらそこに書いちゃえばいいんですよ。書かなくてもいいんですよ。ね、さっき言った原始定款にはさっき言った、絶対的記載事項さえ書いておけばいいので、で原始定款には書かなくてもいいんだけれども、最初の段階で決まってるんだったら全部書いちゃっていいですよと。でもですよ、原始定款作成時にはさっき言ったみたいに、例えば俺300万出せるかな、でもちょっと母ちゃん聞いてみなきゃ分かんないわという場合には原始定款って書けないでしょ。で親戚のおじさんからちょっと融資受けられるかもしれないからおじさんに聞いてみなきゃ分かんねえやという状況だと原始定款には書けないんですよね。となると原始定款には書かなくてもいいけれども、ただ、設立までには決めなきゃいけないでしょ。とすると、誰がどうやって決めるかって言ったら発起人全員の同意で決めてください。定款に書かなくてもいいけれども、全員でこの項目は決めなさいということです。で、そこで括弧2番株式の引き受けですが、で、じゃあ誰、株式の引き受けっていうのは設立後の会社の株主になる人のことを言っていきますが、発起設立の場合であればさっき言った発起人全員が株主にならなきゃいけませんから全員が引き受けなきゃいけないですね。ってことで発起人全員の同意、まあ、もしくは最初の定款に書いちゃうか、そもそも最初の定款作るときにも全員で作んなさいって言ってきますからね。で、そこに定款に書いて引き受ける株式数だとか払い込み額が決まりますね。これ上に書いた話。じゃあ今度募集設立の場合であればですよ、発起人以外にも出資者が出てくるわけでしょ。となるとこの場合、ちょっとですね、まあ、細かい話なんですが、発起人も他から出資を募って株主になる人も所内株主にはなるわけですが、で用語としてちょっと若干違ってくるんですよ。でいいですか、上のとこでですね、上の枠の中でですよ、上の方の枠、設立時発行株式に関する事項で、ここには発起人の取得する株式のことを書いてありますよね。これに対して下の枠のとこなんですよ。で募集設立の場合、発起人の取得分以外他から出資を募るって形になりますね。この場合であれば設立時ここ募集株式という文言になってくるんですね。なので、ね、発起人
が取得する分に関しては設立時発行株式、そして他から出資を募る、他の人たち出資を募るんだったら、まあ出資を募るってことになりますから募集ですよね。募集株式という項目です。ね、じゃあですよ、でそこで、自分たちは発起人は絶対取得しなきゃいけませんから、上の、枠の中は絶対にマストで必須であるんですよ。でプラスアルファは他から出資を募るのであれば、募集設立でやるんだったら今度プラスアルファはこれを決めてください。なので別の言い方をするとですよ、発起人が、取得する株式、例えば1株いくらにするかというところと、他から出資を募るときに、ね、1株いくらにするかとか何株にするか、別に同条件じゃなくても構わないんですよね。ね、ってことで例えばですね、ここで、下の枠ご覧ください。設立時募集株式の数、ね、もしその会社が種類株式発行会社であればその種類も決めてください。そして払い込み金額、まあ、1株いくらかね。そして、払い込み期日、いつまでに払ってください、もしくは期間とありますが、これは例えば10月1日から10月5日までに払ってくださいと。期日っていうのは具体的ズバッとした1日の日付のことです。10月3日とかね、もしくは、期間というのは、例えば10月3日から10月5日までとか、ね、あと丸4番なんですが、これちょっと設立の特徴的なところなんですよ。丸4番、一定の日までに設立登記がされない場合において、設立時募集株式の引き受けの取り消しをすることができることとするときはその旨その一定の日とありますが、これはですね、会社成立後にはこういった話ないんですが、で、会社成立後の株式発行のときにはですよ、で、これお金払ったらもうそこを株主なんですよ。会社成立後の場合には、例えば払い込み期日が10月3日と定められておりました。10月3日にお金払ったらもう10月3日に即行株主なんですよ。会社成立後の場合には発送は同時履行です。お金払ったのに、株主にまだまだなれないという状況は避けたいんですよ。ですからお金払ったらもうその日に株主ですと。でも会社設立の場合には、設立登記が会社の効力要件ですから、お金払ったらその日から株主ってわけにいかないんですね。でお金払ってもらって、その後創立総会開いて、ね、一定の手続き踏んで、さあ設立登記をして初めて会社が出来上がりますよと。となると設立時の時には同時一行ってわけにいかない。事前にお金払ってもらいます。で、そうすると何が怖いかっていうと、うちの会社作ります、ひろみ商事作ります、で、他から出資をバンバン募っといて、会社作る詐欺みたいなもんですよ。出資だけ募っといてお金払ってもらって、待てど暮らせど会社が出来上がらない。不安でしょ。出資をする人の不安を解消するためには、うちの会社、例えば11月1日設立を目標にしております。で万が一だって先のこと分かんないんですよね。設立手続きは途中で頓挫するかもしれないでしょ。となると、不安でしょ。出資をした人どうするかっていうと、この項目を決めておくんですよ。で、11月1日までに設立登記がされなかったら、その引き受けの取り消しをしますよ。取り消しをするってことは金返せって言えるんですよ。ってことで、引き受けの取り消しをすることができるならば、その定めを設けなさいと。こうしておけば他から出資を募りやすいと。会社成立後みたいに、出資したらもうその日からはい株主というわけにいかないのでということです。で、その後ですね、じゃあ、これを前提に欲しいなと思った人はくださいと言いに行くわけです、枠の下で。設立時募集株式の引き受けの申し込みをする者は一定事項を記載した書面を発起人に交付しますよ。であとで、まあ、データで、申し込むっていうこともできますが、でその後で発起人は申し込み者の中から設立時募集株式の割り当てを受ける者を定め、そしてかつその者を割り当てる設立時募集株式の数を定めなければならない。これはですね、できればみんなの申し込みに答えたいかもしれません。しかし例えば会社は設立時に、枠の中で、下の枠の中で、今回他から出資を募るのを、合計500株にしております。で最初からいっぱい株主ワンサか増やしたくないと、いう場合、500株にしておりました。ただすごい人気があってですよ、ね、俺も欲しいって言ってですね、みんなが申し込んでトータル例えば、1000株分の申し込みがありました。となると、
会社は500株、まあ、例えばこの会社は設立にプラス500株発行するつもりでいます。でも1000株分の申し込みがあった全員には応じられないんですよね。となると申し込み者の中から、はい、あなた何株です、あなた何株ですというふうに決めることができますよと。でさらにその後、じゃあですよ、でじゃあ割り当てを受けたならば、その人は、ね、払い込み期日もしくは期間内にお金払ったら株、設立時の株主、まあ、会社が無事に成立すればね株主となるんですが、でここで考えなければならないのが、お金払わなかったらどうなりますってことなんですよ。でそこでまず括弧3番、発起人と設立時募集株式の引き受け人の出資の履行プラス執権なんですが、ここですね、発起人と、募集株式の引き受け人とではちょっと取り扱い違うんです。で左側ご覧ください。これ縦列で見ていきますと、発起人に関しては、まああのね、発起設立募集設立と同じなんですが、まず出資の履行時期としていつまでに払わなきゃいけないかっていうと、これですね、設立時発行株式の引き受け後遅滞なく履行しなければならない。でいつ引き受けたのかっていうと、5ページの上のとこですよ。発起人全員でお前何株お前何株って決めたでしょ。定款に、最初の定款に書いてあったらもうそれで引き受けって形になっちゃいますから、原始定款作ったらもう速攻引き、出資をしなさい。で、ね、原始定款作った後で事後的に定めた場合であればもうそこで速攻出資を履行してください。引き受け後遅滞なく。ただここで、具体的な日付ってあらかじめ決めてないんですよね。引き受けたら、まあ、発起人自分たちの会社設立の言い出しっぺですよ。となると、自分たちで引き受けた以上速攻費払ってねと、ね、あえて日付を定める必要ないんですよ。ただ、ね、遅滞なく履行しなければならない。さっき言ったみたいに金銭で出資する場合には全額の払い込み、後払いは許されません。ね、全額払い込ん で現物の場合にはせめて当期は後でも構いませんが引き渡しは先にしておいてねと。でじゃあですよ、遅滞なく払わなかったらどうしますってことなんですよ。例えば発起人 A さん B さんが A さん B さん C さんが300、300、300で出資をすることになりました。引き受けをすることが決まりました。 A さん B さんは払ったけれども C さんがお前まだかって言っても、まあまた今度ねとか、のらりくらりしてるんですよ。 A さん B さんからしてみたら、お前遅滞なく払えって会社を書いたんだろうと言いたいですよね。どうするか、まずここで下のなんです。出資の履行してない発起人がある場合はここで初めて期日を決めるんですよ。最初から期日決めないんですね。最初から期日決めませんが、そこで払ってないんだったらようやく期日を決めてください。でそこで、ね、期日までに 払わなかったならば、ね、この場合いいですか、期日までに出資の履行しなければならない旨を当該期日の2週間前までに通知をします。でそこで通知を受けた発起人が期日までに履行しない場合はそこで初めて執権なんですね。ですから遅滞なく払ってくださいというふうに書いてある、遅滞なく払わなかったらそこで初めて期日を決めますよ、期日までに払わなかったらそれ2週間後の期日を定めますが、そこで執権なんです。でこれに対して募集株式の引き受け人、発起人以外の人はそもそもあらかじめ払い込み期日定めてますよね。あらかじめ払い込み期日定めてますから、そこで払わなかったらもうパーですってことで、それが下段ですね、執権のところ、払い込み期日までに払い込み、払い込み期日までまた払い込み期間内に払い込みをしないときは当然に執権します。つまり発起人みたいに、またあらかじめ、ね、頭また日付を定めていつまでに払ってねってラストチャンス与えてもらえないんですよ。でこれは最初から払い込み期日を決めてるか決めてないかなんですよ。発起人は最初に払い込み期日決めてないんですね。これに対して募集株式の引き受け人に関しては、引き受け人の場合には、ね、最初から払い込み期日決めてますから、そこで払わなかったら当然に執権です。じゃあここでお金払ったら、まあ、発起設立だろうと募集設立だろうと初代株主が、まあ、ここで決まることになりますね。このまま設立登記までいけばこの人たちが初代株主ですよ。となると、その下5番です。設立時役員等の選任とありますが、で会社出来上がった後動かしていく人たちですよ。となると、で基本的にですね、
お金を出した分だけ役員選任については口出す権利を持っています。例えばじゃあ発起設立で言いますといいですか、発起設立初代株主は発起人しかおりませんという時にさっきみたいに A さん B さん C さんが全員300万の出資であればみんな平等でいいでしょうね。でも A さんは500万出してます、 B さんは100万、 C さん100万ですという場合、これ頭数の多数決じゃ不公平ですよね。やっぱりいっぱいお金を出した分だけいっぱい発言権があるべきなんですよ。ってことで、発起設立丸一番、一株一議決権の原則に従い、で、発起人の議決権の過半数ということで、今の話だと A さん500万、B さん100万、C さん100万、一株1万円であれば A さんは500個分の議決権持ってますし、 B さんは100個分の議決権、 C さん100個分の議決権という形になります。そして、議決権の過半数ってことになると、設立時取締役の選任について A さんがこういつで行こうって言って B さん C さんがそいつダメだよって言っても、もう A さんの意見で決まっちゃうんですね。お金を出した分だけ役員選任について発言権がありますから。で、そしてその場合、出資履行完了後遅滞なく設立役員等を選任しなければならない。もう出資履行完了したらそこで取得する株式分決まってますからね。であと丸2番、定款による直接選任と書いてありますが、これは定款に直接設立時の取締役は誰誰って書いちゃうんですよ。でそもそも定款を作るのは発起人全員で作りましたよね。ってことはこれ全員賛成してるってことでしょ。ならば OK ですと。じゃあ募集設立の場合はどうでしょう。基本的に出資をした人が役員選任については発言権ありますよってことでしょ。となると例えばですね、発起人 A さん B さん C さんは100万100万100万の出資です。でも他から出資を募って D さんが500万、 E さんが500万の出資をしましたってことになると、設立時の株主として大株主は D さん E さんでしょ。頭数としては発起人の方が多いかもしれませんが、この場合やっぱり出資した分だけ発言権があるんですよ。これは創立総会決議で、これ一株一議決権という形になりますから、そこで決めてくださいと。で、ただここで丸2番、定款による直接選任、括弧明文規定はないが可能と解されていると書いてあるんですが、でそもそも定款って基本的には発起人が最初に作っちゃうでしょ。発起人が作っちゃうんですよ。ならば募集設立に応じて申し込んだ引き受け人たちは役員選任についての発言権ないのかってことなんですが、ね、明文規定はないが可能ってどういうことかっていうと、募集設立、まあ要は、設立時募集株式の引き受け人、発起人以外の当初の株主ですね、発起人以外の出資者たちっていうのは、そもそもその会社に出資をするかどうかっていうのは申し込む段階でその会社の定款を見てから申し込むかどうか決めるんですよ。ならば定款に設立時役員は A さん B さん C さんにするって書いてあったら、それ了承の上で申し込んでるってことはそれ賛成してるってことでしょ。なので本来は創立総会決議でお金を出した人分の発言権だけ役員誰にするかって決めるのが原則なんだけど、定款に書いてあるそれを了承して申し込んだってことはこれも OK だという解釈なんです。じゃ続きまして、あとラストですね、7ページなんですが、今度、設立経過の調査手続きとありますが、で、もういよいよ佳境ですよ。で、もういろんな手続き踏んできました。でただここでですよ、今までは発起人たちが会社を、会社設立に向けて動いてきたんですよね。でも会社出来上がった後は取締役たちがその会社を動かしていくわけでしょ。となると今まで発起人がやってきた手続きに問題がないかどうか、今後動かしていくことになる取締役たちがチェックをしましょうということで、ご覧ください、枠のすぐ上、取締役、設立時取締役および設立時監査役はその選任後遅滞なく下記事項につき調査を行わなければならないということで、枠の中まず丸一番で、現物出資財産等について検査役の調査を要しない場合、この要しない場合というのが、さっきやりました、4ページの少額財産とかの話ですよ、4ページの一番下の段ですよね。4ページの一番下の段で
で、少額財産、500万円超えない場合とかあったでしょ。で、その場合において定款に記載記録された当該財産の価格の相当性、本当だったら検査役チェックマンを呼んで価格が不当評価じゃないかどうかをチェック受けるんですよ。でも、ね、500万以内であれば、まあ、よかろうということでチェック受けなかったでしょ。となると、ね、じゃあせめて、今後動かしていくことになる取締役たちにチェックをさせましょうと。ね、そこでですよ、ね、あのね、財産が価値有してないってこと、ね、これ見抜けなかったら困るのは今後取締役たちなんですよね。なので自分たちでチェックをさせれば、ね、発起人たちのいいようにはできないでしょうと。そして、丸2番、現物出資財産等について弁護士等の証明を受けた場合においては、ね、当該証明の相当性、一応弁護士さんたちも資格をかけて証明書を書いてますが、ね、その証明書に不備がないかどうかということですよね。でさらにですよ、丸3番、これは現物出資があろうとなかろうと全部です。丸1、丸2は現物出資がある場合なんですが、丸3番は出資の履行が完了していること、これ現金出資の場合でもちゃんと振り込みがなされているかどうかも含めてですよ。そして丸4番、丸1から丸3に掲げる事項のほか、株式会社の設立手続きが法令定款に違反してないこと、ちゃんと法令定款にのっとった手続きを踏んでるかどうか。例えばですよ、ね、そうですね、ね、例えばですね、じゃあそうしましょうかね、まあ、定款のちゃんと交渉人のチェック受けてるかどうかだって、ね、もしかしたらスルーしてるかもしれないでしょ。なので、全部必要な手続き踏んでるかどうかというところなんですよ。ね、出資の履行完了してるかどうかも含めてですよ。本当は検査役の調査を受けなきゃいけないのに、それ受けてるかどうかも含めてですね。であと、じゃあ設立取締役等がこれらの調査を行いますが、でそれを報告をどこにすればいいのか、調査だけしてそこで抱え込んでいたんじゃ意味がないんですよね。そこで発起設立の場合には、法令もしくは定款に記載し、違反し、または不当な事項があると認めるときは発起人にその旨を通知する。つまり発起人のみが初代株主でしょ。今まであなたたちがやってきた事柄なんだけれども、ここちょっと不備がありますよということであれば発起人に連絡をしなさいと。で、そして募集設立の場合、初代株主って発起人以外にも引き受け人がおりますよね。初代株主たちに教えなきゃいけないんですよ。となると創立総会に報告してよねってことです。創立総会が初代株主が集まってる場になりますから、発起人以外にも人がいるでしょ。そこに報告しなさいと。でそうすればまずい点があればそこで是正することになりますよ。で、枠のすぐ下、これも過去問とかでもよく出てると思うんですが、でいいですか。設立時取締役は、会社は設立し取締役となるまでの間は、会社がですね、会社が設立し取締役までになるかまでの間は基本的に発起人に対する監督期間に過ぎないと。つまり会社が出来上がった後、動かしていくのは取締役たちです。じゃあ、会社成立するまで動かすのは誰か。発起人なんですね。で、ね、会社が成立するまでは発起人が執行機関であると。で、設立時取締役たちは選ばれたらそこからすぐ仕事が動かさなきゃいけないかって、そうじゃないんですよ。で、まず設立登記までは発起人たちが執行機関。ただ出来上がった後は取締役たちが動かしていくことになるので、そのためにもあなたたちにチェックしてもらいますよという意味なんですね。 ですから、設立取締役は選任したら、選任されたらその時点から、即行仕事が始まるわけではないんです。やる仕事は唯一この調査手続きなんです。でラストです。7番設立登記なんですが、株式会社は設立登記によって出来上がりますが、設立手続き終了から2週間以内に、まあ2週間という数字別に覚える必要ないんですが、でその後会社を代表すべき者が設立登記を申請しなければならない。これ発起人がじゃないんですよ。会社を代表すべき者、まあ会社出来上がったら代表者と代表取締役とかですね、それが登記申請してくださいという形になります。発起人が登記申請じゃなくて、会社を代表すべきもの、成立後の会社代表者、これが、登記を申請することになりますよということで、登記が出来上がることによって初めて法人格取得ということになります。
ってことで、すいません、ずいぶん長くなりました。で、ね、あの今これ生で受けてらっしゃる方、ね、相当もうね、ヘロヘロでしょ、ね、ただあのね、頑張って、いただいた明日も講義あるんですか、ありますね、今日の行政法の復習ですね、頑張ってできる限りやってみてください。それでは皆さん、行政書士試験ですね、全力で頑張っていただきたいかなと思います。で、今回の会社法の講義、会社法の内容でも何でもいいですし、あの民法でも何でもいいです。私あの、火曜日土曜日って池袋おりますので、ご質問あればあの、ね、豊村先生いらっしゃらないときは私でも捕まえて、あのご質問いただければ何でも応じますので、ぜひ頑張っていただきたいかなと思います。それではお疲れ様でした。